これがベイビーブレス、イヤリング、イヤリングピアス、フラット、イヤカフです。で、チョーカーが、レザーチョーカー、スネークチョーカー S。で、ネイキッド、ウェーブリング、フラットリング、ラミナーリング、ウェーブリング、フォグリングの18金、オーダーできます。で、これがヒュームチョーカーです。あ、チョーカーじゃない。ヒュームカフです。はい。では、先ほど途中だったんですが、はい。ヘアピアスを紹介していきたいと思います。ここのフックにゴムで結んだところに引っ掛ける形になります。で、これがシャッターのちっちゃいアレンジとかで使っていただきたいやつです。で、それについてくるのがこのゴムです。ちっちゃいゴムです。はい。では、アレンジなんですが、まずこの表面の髪の毛を分けます。で、もう下の部分の髪の毛を拾って、で顔周りの髪の毛もちょっとワックスとかオイルとかつけて束感を出して取り出しておきます。で、少し下の方でさっきの透明のゴムを使って結びます。はい、結びました。で、その後さっき の余った髪の毛を ちょっと顔周りとかは出しながら結びます。プリンのゴムを使って結びます。はい、はい、でちょっとルーズな感じにしたいので少し下の方で結びます。で、そしたら、ここに、前の方に、シャッターのヘアピアスをつけます。つけます。で、後ろに、リーフ、タイを、ここに、引っ掛けます。こんな感じです。なんかちょっとルーズな感じでアレンジするときにもいいかなと思います。ポイントはちょっと出したり遅れ毛を出してみたりした方が可愛いんじゃないかと思います。で、このヘアピアスをヘアピースだけ、シャッターのヘアピースだけを使ってアレンジしたいと思います。で、結構上から取るっていうよりもやっぱりちょっと下の方の髪の毛だけ取って、で少しフィッシュボーンのやり方を、こんな感じです。こんな感じです、はい、表面だけを向こうにやって、で、フィッシュボーンのやり方意外と知らない方も多いと思うんですが、2つに分けます。そしたら、そ
外側の髪の毛、ここで言うとこことここですね、それを交互に交互に反対側に持っていくんですが、ここ、うん、分かります？はい、はい、でここの髪の毛をこっち側、この外側の髪の毛をこっち側、反対側、斉藤愛さんが真似したいと、あ、よろしくお願いします嬉しいです、愛さんに言っていただけるなんて。で、こっち側で、ちょっとずつちょっとずつ取ると本当にフィッシュボーンが細かくて可愛い感じになります。少しやっぱり三つ編みよりは時間がかかりますが、こんな感じです。意外と簡単です、フィッシュボーンって、簡単だし、なんか普通じゃない感じに編めるので、この取り具合を例えばいっぱい取るとき、こんな感じです。はい、はい、で、さっきのゴムを使って結びます。で、ここのフックをつけるだけです。で、下ろします。はい、こっち立ってもらっていいですか。はい、あ、両正面向いてもらってもいいですか。はい、あ、口下ろします。はい、ぜひおすすめです。髪の毛が夏終わって髪の毛をちょっと下ろせる時期になると思うので、まあ、今日はこんな感じですよね。はい、こんな感じです。ちょっと急にライブを、はい、もうちょっと頻繁にライブをしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは。